それでは古典的条件付けとオペラント条件付けについて説明します。古典的条件付けとオペラント条件付けはどちらも学習の一つの型です。あまり難しく考えず、これから紹介する実験をぼんやりイメージできるようになればそれで OK です。まず条件付けが意味わかんないよね。高校生あんまり気にしなくていいけど、条件付けっていうのは動物の行動や反応を ある刺激と結びつける手法、あるいはその過程のことを言います。で、条件付けには古典的条件付けとオペラント条件付けがあります。これが古典的条件付けの有名な例です。一番上から見ていこう。肉を与えると、犬は唾液を分泌する。で、肉を与える前にベルを鳴らすっていうことを何度も繰り返す。そうすると、犬はベルの音だけで唾液を分泌するようになる。 この犬の中でベルの音っていう刺激と唾液の分泌が結びついたわけだ。このような学習を古典的条件付けと言います。これちょっと発展的なスライドだけど、犬って肉を与えられると唾液を分泌するんだ。この場合、この肉を無条件刺激、唾液の分泌を無条件反応と言うんだ。 で、肉を与える前にベルの音を鳴らすっていう操作を何度も何度も行うと、犬はベルの音だけで唾液を分泌するようになるんだ。その時、このベルの音を条件刺激、ベルの音によって引き起こされる唾液の分泌を条件反応っていうんだ。このベルの音を聞くと唾液を分泌するっていう反射は、後からこの犬に形成された反射だ。そういう反射のことを条件反射っていうんだ。 ベルの音を聞くと唾液を分泌するなんていう反射はもともと犬には備わっていなかったよね。この条件反射は、肉を与える前にベルの音を聞かせるっていう操作を何度も行ったことで、後から形成された反射だ。一方、肉を口に入れると唾液が出るっていう反射は、これはもともと犬に備わった反射だ。これを条件反射に対して無条件反射っていうんだ。 では続いて、オペラント条件付けについて見ていきます。今まで解説してきたことが初めに明らかになって、で、その後、今から説明するオペラント条件付けっていうことについて明らかになってきた。だからさっきの方を古いって意味を込めて古典的条件付けって呼んでるんだ。では、オペラント条件付け見ていきましょう。ある自発的な行動の後に刺激が加わることで、その行動が生じる頻度が変化すること。これをオペラント条件付けと言います。 例えば、レバーを押すと餌が出てくる箱の中にラットを入れる。はじめ、ラットは偶然レバーを押しちゃう。そうすると餌が出てくる。で、しばらく経ったら、またラットはレバーを押しちゃう。そうすると餌が出てくる。こういう経験を繰り返すと、ラットは自発的にどんどんレバーを押すようになる。つまり、ラットの中でレバーを押すっていう行動と餌が結びついたんだ。だからどんどんラットは自発的にレバーを押すようになったんだね。 こういう学習をオペラント条件付けって言います。身近な例で言うと、ちっちゃい子がたまたま勉強をする。で、勉強するとご褒美がもらえる。そういうことを何度も繰り返すと、ちっちゃい子は勉強を自発的に行うようになるんだ。そのような行動の背景にあるのが、このオペラント条件付けだと考えられています。ではお疲れ様でした。古典的条件付けとオペラント条件付けについての解説でした。 古典的条件付けでは新しい反射が形成されていたな。オペラント条件付けでは自発的な行動の頻度が変わっていたな。そんなイメージを持てるようになればバッチリです。